ジャーメイン・ロイド・ペナントは、イングランド・ノッティンガム出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。主に左右のウィンガーとしてプレーする。ジャマイカ人の父とイングランド人の母の間に生まれた。1999年、15歳の時に200万ポンドの遺跡金で、アーセナル FC と契約した。U-21 イングランド代表時代は、試合中に、ニコ・クラニツァールにパンチを見舞って、 レッドカードをもらうこともあったが、24試合に出場した。1999年11月30日、16歳と319日で、フットボールリーグカップのミドルスブライ c 戦に出場した。ジェリーウォードの記録を2日上回り、アーセナルのクラブ記録を更新した。しかし、プレミアリーグデビューは2002年8月24日の、 ウエストハムユナイテッド FC 戦まで待たねばならなかった。バーミンガムして FC にレンタル移籍中には後日の飲酒運転事件を起こした。2005年4月にはバーミンガムに完全移籍したが2005から06シーズン後にはフットボールリーグチャンピオンシップに降格した。2006年7月670万ポンドの移籍金の4年契約でリバプール FC と契約した。 2009年7月、リバプール FC との契約満了に伴って3年契約で、レアルサラゴサに移籍した。2013年夏に一度契約が満了したが、マーク・ヒューズ監督の意向により再契約、しかし、出場機会に恵まれず、2014年1月に契約を解除した。2014年11月6日、ISL の FC プネーシティに加入した。 2015年2月21日、ウィガンアスレティック FC にシーズン終了までの契約で加入した。2016年シーズンにより S リーグのタンピネスローバーズ FC と1年契約を交わした。しかし、給与の減額を拒否したことにより、シーズン限りで退団する方針であることが、クラブの会長より発表された。ありがとうございます。